今日この動画を撮ってるとどういうことなのか、はい、リーダーお願いします。まず、はい、チャンネル登録数、はい、1万人突破、はいはい、おめでとうございます。ってことですね、はい、ずっともう何でもチャンネル登録数3000人、2000も3000人いってない時か、うん、もう1000人、2000人ぐらいの時から、うん、1万人いったらコンペやると、ずっと言い続けて、はい、もう一生1万人いかなくてコンペもやらないかなと思ってたんですよ、実は。はいはい、そしたら見事に1万人を突破したので、はい、突破しました、もうありがとうございます。デビスゴルフレンジャー初の、コンペを開催いたします。おー、大変だ、大変な日々が始まる。これから大変な日々ではないんだけど、まあ、大変なのレッドだけです。いろ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 組んでくれてますからね。することになりましたよ。いやもう本当に皆さんありがとうございますね。もうチャンネル開設して何年目ですか。どれぐらいですか、編集長。2年かかった。長かったのかな、うん、長かった、うん、でね、まあ、メンバーそれぞれもね、うん、まあ、個性が出てきて、はい、まあ、グリーンもね、ラジオチャンネルやってたけど、あれ出たね。そうか、確かに1000回も再生されないようにどうやってグリーンの人気を出そうかということでね、まあ、もちけん先生とね、バイトとね、3人でやって、はい、で見てくれるようになって、はい、まあ、いい形になってるんじゃないかなと思います。確かに、はいはい、で、はい、コンペの、まあ、簡単な、はい、詳細、詳しくは概要欄で全部載ってるんですけど、はい、大まかに言いますと11月2日、11月2日土曜日、はい、何ぞなんとですね、11月2、3、4って3連休なんです。お、3連休、はい、3連休の初日、初日いいよそれ初日なので、例えば地方からね参加したいっていう人も、はい、まあ、すごく旅行がてら、うん、旅行がてらみたいなね。初日はレンジャーのコンペ参加して、うん、あとの2日間は、うん、旅行しましょう、うん、まあ、そういう人たちにも、来やすい日にちが抑えられたのかなって思ってます、うん、で、場所は、千葉国際カントリークラブ。千葉国際カントリークラブ千葉国際カントリークラブは池田裕太選手がクラちゃんだったりはいはいはい、するみたいな飾っておりましたよ。そうね、そうなんだ、うん、そうそう、そういうコースなんで、うん、好きなコースだよね。あっ、あ、イエローがベスグロー88出したコースだ、千葉国際、うん、そうそう、おお、皆さん頑張って88出してください。出すからもっと名刺に本人が出せるか分かんないけど、まずね。ちなみに俺もあのベストこっち千葉国際なんだ。あ、そうなんだ。っていうことで、まあ、まあ、僕は実はあのプレーしないんですけどね。あ、そうなんだ。え、嘘嘘でしょ。そうなんですよ。え、そうなの。え、それはマジなリアクションしてる。ガチだよ。だってさっき入ってないよね。説明してた時入ってると思ってたけど入ってないの。入ってないですよ。やりやがった。僕はあの運営というか回し裏方に専念するんで。ああ、はい、じゃないと回んなくなっちゃう。いや、レッドファンの皆さん今もう号泣ですよ。いやいや、僕はあの全何コースっていうか全組の回りに行く、見回りに行くの。あー、はい、そっち系男子ですね、はい、なるほど。どうですかーって、喧嘩しないですかーって。喧嘩喧嘩しない。さすがにね、打ち込んでませんかーみたいなね。パーちゃん出てくださいねみたいな、そういうことですね。はいはいはい、クラブ投げてないですか。僕マーシャル的なもの。なるほど、そういうことか。そうなんです。じゃあ規模的なもんって言ってますか。あ、そうですね。はい、総勢、はい、80名80名ってそこそこでかいよ。でかめな、すごいですよ。何ですか、うん、集まるかどうか分かんないけどね。どうする10人だったら、2人出たら10人しか。だって当日ゴルフ場行ったらとりあえずみんなに挨拶しとけばいいんですよね。そうですね、おはようございますみたいな、今日お願いしますみたいな言っても過言ではないぐらい人数がいるってことですね。全然人数集まってなかったら、はい、僕が3桁単位の赤字を抱えることになる、はい、もう抑えちゃってるんで。応募方法は、はいはい、1組2名まで OK です。あ、応募は1組2名まで OK で、応募方法は概要欄のフォームの方もチェックしていただければ、はいはいはい、宣伝はしますけど応募フォーマットは1つです。そういうことですね。はい、はいはい、そういうことです、はい、
で、どういう形で応募するかっていうと、はい、誰と、はい、テニスゴルフレンジャーのメンバーが、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、ホワイト、グレー、トミーさん、出演頻度が高い持ち券、はい、あとプラス、ゲストが呼びます。はい、はい、まさかゲストは誰が来るかっていうのは当日の、開会式というか朝までは発表しません。おお、はい、おお、あと、応募してもらった抽選が当たってるか当たってないかっていうのも、朝一に来てみないとわからないです。抽選して当たってるか当たってないか来てみないとわからない。イエローと回りたいって言って応募したとするでしょ。はいはい、はい、で、イエローの組に当たってるか当たってないのか。ああ、なるほどなるほど、なるほど、はい、じゃあそこで一回抽選をかけて、はい、漏れた人は漏れた人で、漏れた人でファン同士、ファン交流みたいな。ああ、なるほど、ファン同士で回ってくれるのに抽選をもう一回するってことですね。そうです、なるほど。だから人数がオーバーした場合は、まずはその誰と回りたいかで抽選で買います。はい、漏れます。はい、そこでまたオーバーして、人数オーバーしたそこでまた抽選して、なるほど、で当たった方だけに、返信をするんで、はい、連絡させていただきます。当たらなかった人は残念ながらっていう、連絡が来ないですね。そう、連絡が来なかった場合は、ね、今回は抽選が外れてしまったということで、ご注意いただき、はい、先にごめんなさい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、で、金額なんですけど、さっきも日付を言ったんですけど、はい、11月の2日っていうのは3連休の初日になるので、はい、まあ、ちょっと金額高めになります。すいません、すいません、ごめんなさい、はい、先に謝っておきます、はい、全部謝っていいです。僕らは、まあ、そのボッタグローとかね、ロッキーとかそういうのやらないんで、ギリギリで、はい、2万、税込み2万7000税込み2万7000円あるよね、だけど普通じゃね、うん、コンペ、うん、まあ、3連休初日、もうシーズンだし、3連休初日だし、はい、もう本当にここはこれが限界ですね、はい、そうですね、はい、はい、これでちょっと2万7000円でやらせていただきます。税込み2万7000円、はい、ジャパネットはどんぐらい負担してくれますかね。あ、はい、行きましょう、次。だからな、視聴者の人はたっけーと思ってんのかな。どうだろう、でも普通だと思うんだけどね、まあ、そうなんです、ハイシーズンの、そう、ハイシーズンの連休初日、まあコンペフィーも入れて、税込み2万7000円、うん、ごめんなさい。まあ妥当じゃないですかね。お願いします。どうしよう、はい、お願いします、うん、入金というか、その振り込みとかに関して、支払い方法に関してはクレジットカード払いと、はい、銀行振り込みの2択になります、はい、あ、じゃあ先に払ってもらうって形ですね、はい、クレジットカード払いの場合はペイパルの登録が必要になるので、面倒くさいっていう人は、銀行振り込みの方がスムーズかもしれない。なるほど、まあ、登録簡単なんで、あとクレジットカード払いで払えば分割払いできるんで、2万7000円が高いなと思う人は、ね、3回払いですよね、そう、3回10回払いでもいいし、うん、やっていただいた方が参加しやすいかなと思ってクレジットカード払いを設けました。はい、ということで、まあ、当選した方は、まあ、なるべくと言いますか、期日までに、ご入金をいただくというシステム、はい、じゃあキャンセルはもう払ったらキャンセルはできないということですね。キャンセルは、こちらの都合だった場合は返金、全額返金をいたします。はい、はい、でお客様都合だった場合は、はい、返金はしないので、はい、もう確実に行ける、はい、絶対に行くぞという気持ちで応募してください。なるほど、はい、それだけお願いと。でゲスト A、B って言いましたけど、はい、まあ、恵比寿ゴルフレンジャーを見ていただいてる方だったら、うん、あ、この人が来るんだなって、まあ、予想はつくと思うんで、うん、そんな感じの人たちが、期待は裏切りません、うん、期待通りの人が来るんで、それは期待通りの人、恵比寿ゴルフレンジャーのメインメンバーに応募抽選をするのか、賭けは賭けなんだよね、 AB、はい、誰だかわからないよ。なるほどなるほど、むしろそっちに殺到しちゃったしね。まあそれはいいでしょう、それはそれでよしでしょう、ね、うんうんうん、ということで締め切りだけでということで締め切りは、それ9月いっぱい、そう、応募締め切り、はい、9月いっぱい、9月いっぱい、はい、でその後、当選者に対して、うん、まあ、あの振り込みうんぬんかんぬんの、はい、内容は送らせていただく、メールで送らせていただく、はいはい、パーティーもあるんですもんね。パーチーあります、うん、はい、パーチー、そこでですよ、はい、そこですよ、一番大事なことを言いました、あ、来ました、協賛を募らなきゃ、はい、皆様ください。まあ恵比寿ゴルフレンジャーの動画を見たことある企業様、個人の方でもいいので、何でもいいので商品の協賛をしていただければ、はい、はい、お願いします、
思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。でね、この協賛をこの応募する中でまたちょっと新しい企画がちょっと一つ生まれたので、はい、それもあのコンペまでの間にいろいろ動画で流せればと、はい、思ってます。ちょっと大きな扉を僕らノックしに行くことを決めたんで。確認してんの、その企画、はいはい、あそこにノックしに行きます僕ら。僕らにもやっぱりどこに行くの、彼らにもいやそういう存在がいるんだよっていうのを、うん、僕ちょっと知ってほしいです。そうです、そういいかダメかは別として知っててほしいです。門前払いされちゃうかもしれないから、ね、もう行くだけ行きましょう。メールしても返信来ないかもしれないけど、いい、ただ動画にならないです。でもやってみます、はい、で、ウームさん。ちょっと僕らは第1話で言ってますけど、はい、ゴルフ業界を盛り上げようと、そう、そういう気持ちでやってるので、そう、ゴルフ関係者のね、会社の企業の方とか一緒にゴルフを盛り上げて、はい、ゴルフ人口増やしたい、いや、本当そうです、そういうのに貢献しつつ、そういう気持ちで、そうです、一緒になんかやってほしいな、はい、なので本当に待ってます。ということで、まあ、あの初期から見ていただいている方、途中から気になって見ていただいた方、うん、他チャンネルから、まあ、コラボをうんぬんかんぬんで見ていただいた方、ね、まあ、ぜひ一緒に楽しく回れればと思います。そう、僕が言いたかったのが、はいはい、ゴルフを楽しんでできない人は来ないでください、はい、あ、なんだろう、はい、あと周りの、ね、人たちにちょっと雰囲気悪くしちゃう人とか、うん、気を使わせてしまう人、そう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 、大丈夫かな、純粋にゴルフが好きで楽しめる方限定で応募してください、うん、はい、それだけはお願いいたします、はいはい、なるほど、はいはい、ということで、参加の方、協賛をくれる方、出させていただいね、出させていただ、出していただける方、うん、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。